FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では、来週の戦略についてお話していきたいと思います。画面上に表示されている注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。ということで、実際のチャート画像をまず見てお話していきたいと思います。はい、こちらは、YJFX さんの、MT4、メタトレーダー4と呼ばれる、チャートツールの画面です。まず映しているのは、米ドルと日本円の組み合わせの、米ドル円の日足チャートです。はい、先週ですね、結構急激に、円高が進みました。でですね、この 101.400 円付近に、かなり強い、サポートラインがあるんですけども、ここでなんとか踏みとどまって、金曜日は一応下髭は長めのものをつけております。はい、で続きまして、ユーロ円ですね。こちらもね、米ドルとユーロドルの組み合わせなんで、価格が形成されているのがユーロ円なんですけども、ユーロドルが下落、そして、米ドル円も下落ということで、かなり下げ幅が大きくて、この辺りにあった 140.400 円あたりにあった、サポートラインを割り込んで、次のね、下値目処の 139.060 円あたりで、一応踏みとどまってはいます。はい、で、続きまして、ポンド円、ポンド円ですねは、ユーロに比べると比較的、ポンドが堅調だったこともあり、下げてはいるんですけども、これもね、この辺りのラインで 170.130 円あたりでは一応踏みとどまりました。で、ユーロドルですね、はい、先ほども言いましたけども、ユーロはちょっと大きく売られて、結構ね、136.900、前日にちょっと長めの下髭が出ているので、一度はちょっと上を試しに行くかなといったチャートに見えるんですけど、どうなるんでしょうか。そして、ポンドドルですね。はい。こちらもね、ややドル高方向に進んだんですけども、ちょっとまた持ち直しつつあるので、どうなんですかね。またこっからこのレンジで動くのか、もしくはまた再度こう上をね、目指して、1.69、後半ね、1.7、台を試しに行くのかというところですね。はい、ということで、来週の、指標、経済指標なんですけども、はい、5月22日に米国の新規失業保険申請件数というのがあるんですけど、そちらもそんな欲しつつというほどではないんですけども、そこそこ重要で、それ以外特に重要と思うものはありません。なので、どちらかといえば、テクニカルとか、指標以外の何らかの、要因で動くことはあるかもしれませんけども、基本的には、テクニカルの方で、予想していきたいと思います。はい、そして、指標スケジュールに関しては、こちらの検索キーワードで検索いただくか、もしくは、動画説明欄に URL を貼っていますので、そちらをご覧ください。はい、ということでね、スノーキーの来週の戦略ということで、米ドル円は終章は強気、ですが、一定のレンジ内での値動きを予想しております。はい、で、ユーロ円は強気、で、ポンド円は強気ながらもレンジ内での値動きを予想ということで、ユーロドルは、ちょっと反転するんではないかなということで強気、で、ポンドドルがね、ちょっと難しいので、一応中立としました。ただ、上を試しに行ってもおかしくないです。そして、あともう一つですね、ここには書いてないんですけども、米ドル円はもしかすると底抜けがあるかもしれないので、そちらにはちょっと注意が必要です。なので、しっかりね、逆差し値は設定していきたいと思います。はい、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということで、今回は、来週の戦略についてお話したんですけども、これ以外にも MFX の基本的な情報、そしてバイナルオプションやシステムトレードに関してもお話していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そして私のブログは、こちらの検索キーワードで検索してみてください。ということで、この動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。